はい、皆さんこんにちは、ワネルグルビッシュです。では今回はデート君決断法バーブギットの続きをプレイしていきたいと思います。航空機の生産ですね、二次型の航空機の生産と、あとは艦船の再編成は済ませてあります。で今回はですね、まあアメリカを先に攻撃するのか、あるいはイギリスを先に攻撃するのかというところだったんですが、目標をですね一旦イギリスにします。ドーバー海峡を攻撃しにかかりたいと思いますので、艦隊を動かしていきましょう。まずですね、今ジブラルタルに入っているこの第10艦隊なんですけど、このカナリア沖に入っている第11、第13の両艦隊と合わせて、スペイン沖へ進行するために艦隊を動かします。なので、まずこのカナリア沖にいる第11、第13の両艦隊を一度ジブラルタルへと移動しましょう。でちょっと心配なのが、ジブラルタルを空にしていいのかというのがあるので、ジブラルタルにはジブラルタルで艦隊を入れていきたいなというふうに思っています。でジブラルタルに入れる艦隊は一旦ですね、この第15艦隊今移動中のものがあるので、これをですねジブラルタルに入れて、ジブラルタルに入ったのを確認したら、今動かした第11、13、10の艦隊を動かします。で12にいる艦隊、これ希望砲にいるんですが、これはもうこのままここに待機させます。戦艦ヤマトですね。で、そのために田中さんをまず動かしておきたいと思います。田中さんをジブラルタルに入って、ちょっとちゃんと言えてないですね。ジブラルタルに入っている艦隊のうちどっちがいいかな。本当は洋上基地型空母に乗せた方が戦果が期待できるので、洋上基地型123機搭載のこちらの方に田中さんを移乗します。これで、攻撃力をより高めようということですね。あとは戦略爆撃機飛ばしておきましょうか。ドーバー海峡に向けて、戦略爆撃機。あとは西海岸、ここにも戦略爆撃機を配備してあったはずなので、この戦略爆撃機を使っておきましょう。でアメリカ方面に関してはもう完全に艦隊の修復待ちですね。今この第一艦隊はそうだな、改装しようって言ってたけど、改装するで本当にいいのかな。いや改装しましょう。で艦隊は回復したら、回復したでしっかりと補充しつつ、かつイギリス方面の戦線が終了完了、勝利に終わったら、イギリス方面の艦隊もアメリカ方面に回せるので、やっぱり第一艦隊はね、改装する方針でいきましょう。洋上要塞型の空母も完成してますからね。そのため、アガギを引き抜きましょう。第二艦隊にアガギを引き抜く。これでいきましょう。で第一艦隊の源流総流は改装しますということで、第二空母が、あ、いや第二艦隊がこれで、一応4隻体制になりましたね。であとは越中を第二艦隊に組み込みます。第四艦隊から越中を組み込む形。そうか、第四艦隊はまだ入ってきてないかな。第4艦隊の場所を確認すると、まだハワイ沖か、もう1週間かかりますね。ではこれで、作戦を進めていきます。もうフォークランドは放棄、放置かな、どちらかというと。ではまた技術開発は厚めにもう入れられるので、入れて物資援助は鉄を供与しましょう。でスパイはまあもうメキシコ湾をね、
どうこうするつもりはないので放置しましょう。で、今欲しいのは航空機で、虹の戦闘機、護衛機は余ってるんですが、足りてないのが虹の重爆、あとは虹の攻撃機、これが足りてないのでこれを生産しちゃいましょう。水蒸気はすでに生産で、航空旋回で配備済みなのでこれでよしとします。で、ジブラルタルには艦隊が入りましたね。第11、10、13と入ったので、このあと今第15艦隊がジブラルタルに入ってくるのをあと1周待って、攻撃っていう形になるんですけど、1週間後には確実に入ってくるので、まあ、ここは安心材料かな。というわけで、ジブラルタルから艦隊、これを出しましょう。いよいよドーバー海峡に向けて出撃です。一気に押し切りましょう。一気に、で、西海岸の方には艦隊が到着してますね。補充用の艦隊が。なのでこれで艦隊を補強していきましょう。第2艦隊と第4艦隊、第16艦隊も合流可能というところかな。じゃあまず第2艦隊から第4艦隊からエッジを引き抜きます。これで第2艦隊の陣容はほぼほぼ整いましたかね。あと16艦隊から軽巡をいくつか引き抜いて完了です。これで第2艦隊は完全に、まあ空母がね旧型のものだというのはあるんですが、それを除いて、完全に整いましたというところです。第3艦隊もね、もう陣容が整ってますね。まあ揚陸艦を引き抜きますか。これで整いましたと。で、第4艦隊、あとは第16艦隊というところなんですが、これはもうちょっとこのまま放置ですね。で、新設する艦隊としてはですね、1個洋上要塞型の空母、これが第9艦隊として、アメリカ方面に差し向ける艦隊として編成し直しましょう。というかね、もうこの艦隊に関して言うと出番があるかというと、前線で戦うっていうことは多分ないんじゃないかなと思うんですが、この艦隊で場合によってはアメリカ方面手こずるようであれば、補充用の艦隊っていう位置づけにもしかしたらなるんじゃないかなとは思います。で、その第9艦隊は早速カリブ海まで進出をさせましょう。ではこれで、一旦ドーバー海峡を目指してまずはスペイン沖攻略を進めていきたいと思います。まあ、問題はないかなと思うんですが、今回だと索敵スパイが終わってないので索敵からやんなきゃいけないですね。敵の艦隊、あとは基地戦力が、まあ、今回不明なので、まあ、多少なりとも慎重にならなきゃいけないところはあるのかもしれない。まずは敵基地の発見と敵艦隊の有無ですね。そこからしっかり見極めをしていきましょう。まあ、偵察に関してはね、ある程度自分で場所を指示しないと結構トンチンカンな方向に索敵をし始めたりするんで、そこは要注意ですかね。
ずは敵の艦隊の場所も発見したか。どうする、艦隊攻撃先にするか基地攻撃を先にするか、ちょっと微妙なとこだけど、まずは基地攻撃だな。分散しましょう。敵は空母がいるね。コロサス級の軽空母、あとはキングジョージの戦艦です。さあどっちが先に先制攻撃仕掛けられるか、敵の空母に。こちらが先制攻撃できますね。ただ敵の直縁が多いな。数は多いものの虹の重爆はかなり鈍速なんで、敵の直縁にはまった時に結構やられちゃうかなっていうのはあるんだけどな。さらにイギリス軍の正規空母2隻いますね。だからこんだけ数がいるんだな。さらには戦艦も数隻いる。これイギリス軍の主力艦隊と見て良さそうだな。さらにここにも敵の飛行場がありますね。まずは敵の空母、これを沈めちゃいましょう。で攻撃機戻ってきたら、山口多門さんのところの攻撃機は、次の基地攻撃に行きます。2つの艦隊で敵の艦隊を、1つの艦隊山口多門さん、山口さんの艦隊で、敵基地の攻撃という形で分散してます。戦艦ともなるとやっぱり最新鋭の航空機をもってしても、まあ沈めるのは容易ではないので、ちょっと時間がかかるんで、ここは2個艦隊投入ですね。で一方基地の方も早めに無力化しておかないと、敵の陸上機、まあ総じて艦上機よりも強力な飛行機が飛んでくるんで、それを先に潰すための基地攻撃に1個艦隊、これも投入しますというところですね。敵の空母がもう一隻いるな。空母さえ叩けば一旦はね、距離を取って安心して攻撃ができるんで、まずはそういう敵空母の撃沈、これが敵艦隊を目標にした場合の最初の目標になりますね。よし、空母はこれで無力化したので、あとは空母の護衛戦艦と護衛艦、これを沈めておけば終わりそうかな。ここにも敵の艦隊いるな。で敵の基地は無力化したので、おそらくここにもう一個ありそうですね。敵基地がここにありそうです。なのでこれのあたりもまとめて撃破をしていきましょう。というわけで艦隊を進めていきます。もうこの敵の戦艦部隊は完全に撃滅できそうですね。追尾魚雷がね、まだ、開発中で実装はされてないと思うので、まあ、魚雷がさらに追尾型になったら、より強力になるかなとは思います。さあ、あとは敵基地の攻撃。これに向かう艦隊も、
出していきましょう、しっかり。あとはどれくらいで、航空戦力が消耗したかというのもちょっと確認はしておきたいですね。お、偵察機が飛んできてるので、やっぱり右上に敵基地があると思って良さそうだ。それにしても硬いよな戦艦は。やっぱりこれだけの航空機でタコ殴りにしてもなかなか沈まないですもんね。で、爆撃機がこれだけ飛んでるので、まあこの基地も無力化できるでしょう。占領の必要はないと思うので、もう無力化しちゃいましょう。敵の爆撃機は味方の直撃機で撃破しましたね、今。このスペイン沖を取ったら、その勢いのままにイギリスを降伏に追い込むドーバー攻め、ドーバー海峡への進攻ですね。で、偵察機がここにある敵基地を発見次第、敵艦発見してるね。敵のおそらく艦隊は撤退行動に移ってますね、すでに。なので、もう敵基地の攻撃に、空母の航空戦力は全部割きましょう。まさかここに来てね、残りの残存兵力でイギリス軍が反転攻勢に出てくるっていうのはないと思うので、夜間の爆撃の性能はどうなんだろうね。今、直接指示を出していない、委任していた艦隊からの航空戦力による敵戦艦の攻撃を見るとどうでしょうね。爆弾が投下されたものの、それが敵の戦艦に命中したような形跡はなさそうでしたね。ではこのまま夜間になりますので、時間を早めていっちゃいましょう。敵のこれで、スペイン沖取ったので、イギリスの第7艦隊はそのまま撤退してったか、まあ、ただ主力と思われる第3艦隊は撃破、味方の損害はゼロ。ただし空撃ですよね。味方の航空戦力の数は、まあ、すごく消耗したという感じはなさそうなので、このままの勢いで、ドーバー海峡へと進軍できそうですね。
さあ、では、重要拠点のジブラルタルには、第15艦隊を入れているので、このまま一気にドーバー海峡に攻め込みましょうというところと、対アメリカ専用の艦隊の再編も終わっているので、この辺りの艦隊を先へ先へとカリブ海まで進めちゃいましょう。カリブ海に艦隊を集結させて、したいというところなんですが、どうなんだろうな。仮に攻め込むとしても、やっぱり3個艦隊、3空母艦隊は欲しいんですよね。今だと、このアメリカ西海岸に入ってるのだと、まあもちろん第2、第3の艦隊は、空母配備済みなんですが、ちょっと物足りないよね。となると、洋上基地型の空母、これが、1機だけの、1隻だけの艦隊には、洋上要塞型の空母を投入しましょう。それを待つ。で、そのためにというわけではないんですが、航空機の大増産が必要なので、虹の重爆。これ50機。アルミですよね。やっぱ足りてないのが。偵察機も足りてないんだな。ちょっと偵察機も作っちゃおう。で、あとは虹の攻撃機。まあ、偵察機はね、他の機体でも代用が可能といえば可能ではあるんですが、まあやっぱりね、欲しいですよね。で、第9艦隊。ここに入っている、洋上要塞型空母。これはもう本当に最新鋭の空母で、洋上基地型の空母よりも、さらに装甲が厚くなっているので、これをもってアメリカ軍度肝を抜くという感じかな。では、兵器開発と、あとは忘れちゃいけない技術開発。これを見ると、天下無双型の戦艦。前回ご覧いただいた方はね、天下無双型の戦艦を設計していたなーっていうのを見ていただいたかもしれないんですが、まあそこだよね。できればその天下無双型の戦艦の釉薬する姿も見たかったんですけど。3つの飛行場で、ちょっと戦いづらそうだなというのが狭いので、敵の航空隊に発見されたら袋にされる可能性がありますね。2次型の爆撃機、重爆撃機の特徴として航続距離が長いので、敵の艦隊あるいは基地の敵戦力の攻撃レンジ外から一方的に攻撃できる、いわゆるアウトレンジ攻撃ができるのが、ここまで日本軍の躍進を支えてきた、まあ、原動力というか、内容なんですけど、それがここだとちょっと難しいかなというのが心配の種ですね。まあ、とはいえ、進めていきましょう。団子になってるんでね、そこもちょっと心配なところではありますね。敵の艦隊はすでに発見済みです。あと敵の基地も発見済み。まあ、ただ団子になってるのは敵も同じなので、これがイギリス軍の最後の抵抗だと思いたい。ものすごい数の航空機が敵味方合わせて、はい、これ空戦ですよ。大空戦、大海戦じゃなくて大空戦って感じになってますけど、まあそれぞれ第一次攻撃隊、発艦を終えて、攻撃も終えて、この後、
戻ってくるというところですね。ただそれは敵も同じなので、第2波第3波というところでしっかり戦果を上げていってもらいたいな。アングルドデッキ入れてるので、敵の空母にそれがすでに投入されてるのかどうかわからないんですが、少なくても味方からはある程度短い間隔で攻撃隊を発艦できるはずなんですよね。まずは敵の空母を沈めちゃおう。よし、数はだいぶ減らしてきてますね。こんだけ敵も団子になってると特に魚雷がはまりやすいですね。魚雷攻撃がはまりやすいのは本当にありがたいな。そしたら一部の艦隊は攻撃を敵基地へと切り替えていきましょう。ここから敵の艦隊の掃討へと移っていきますね。敵の艦隊は主力をほぼほぼ撃破したので、あとはまあ従順クラスですね、の艦隊になるんじゃないかなと思います。あ、でもこっちにもいるね。まだ正規空母に確認できるだけで、目視できるだけ正規空母1、あとは軽空母3が確認できますね。これは早めに潰しておきたいな。時間がかかればかかるほど敵の直縁に味方の攻撃機あるいは爆撃機が打ち減らされてしまうので、そうすると空母自体の持っている攻撃力がそがれるので、まあ、さっさと敵の空母、それに搭載されている直縁機を潰しておきたいですね。味方は空母にダメージが出ているものもありますが、健在ですね、すべて。大丈夫だと思います。ちょっとさすがに一回で終わるような、そんな簡単な戦いにはならなそうだな。敵基地の攻撃にちょっと艦隊を割きたいんだけど、なかなか思うようなタイミングで指示が出せてないな。いや、これ恐怖だろうな。こんだけ飛んでると、おそらくね、さっきの対戦中日本軍の末期はこんな感じだったんだろうな。ちょっとこれ、どうしようかな。敵基地の攻撃にしたいので委任を完全に解きましょう。
あとは敵の残存艦隊がこちらの艦隊にも多少ダメージを与えに来てるので、ちょっと早めに離脱したいな、この海域から。空母にダメージが出るのは避けたいので、この状況になったとしても。まずは敵の基地を攻撃したいな。よし、これで、砲台は無力化したのでよしとしましょう。で、一方今度こっちだな。空母が大変してる。まあ、厄介ではあるな。空母は失いたくないですからね。この後のアメリカ戦を、シームレスにというかね、スムーズに終えるために。敵の増援が来てるね、ここにね。いやー、変なところから敵の増援来たな。本当に変なところから来た。これさっさと、空母を逃がさないと、敵の増援の、これは何だろう。わからないな、艦首が。従順ですね。従順が来てるな。さらに戦艦もいる。まずいぞ、甲板があっという間に貫通されます、されますとかって言ってますけど、されちゃうんで、逃がしたいけど団子になっちゃってるな。こっから敵の戦艦がやってくるっていう想定はしてなかったんで、ちょっとまずいな。どうすることもできないぞ。とりあえず攻撃機を戻して、もう味方は空母しかいないと言っていいので、戦力が。まあ、なんとか護衛艦が踏ん張ってくれた感じかな。砲撃戦はまあほぼできないんですけど、魚雷は積んでるので、その魚雷で守ってくれたのと、あとは空母の盾になってくれたというところで、空母に大きな損害がないまま、なんとかやり過ごせそうですね。
いや、本当に焦りましたね。想定外のところから敵の艦隊、しかも戦艦部隊が突入してくるとは思わなかったので、まあ、味方の艦隊にもだいぶダメージが出ちゃいましたが、まあ、まずは乗り切れそうな感じかな。よし、ほぼほぼ敵の水上部隊は撃破したので、あとは敵の基地攻撃に専念しましょう。また敵の増援がやってくる可能性があるんで、敵の増援がやってくる前に敵基地の攻撃を終えちゃいたいですね。さあ、敵基地の攻撃機、爆撃機、直縁機、これらとの攻防に移りそうです。いや、もう本当に大空撃合戦のあと、戦艦部隊がまさかのあらぬ方向から突入されるということで、イギリス軍やるなというところだったんですが、なんとか勝ちきれそうな感じですね。まだ2日目の7時なので、もう一つ飛行場残ってますが、これと、あと、もし敵の艦隊戦力が増援またやってくるようであれば、これも叩けるだけの時間的な余裕はありそうです。まあ、ただだいぶ航空戦力、対ヨーロッパ方面の空母艦隊に入っている航空戦力、打ち減らされてしまった印象があるので、ちょっとここはね、回復を待つ必要がありそうですね。複数方向から爆撃機飛ばすと敵の直縁をかく乱できるので、まあ、そういう良さはありますよね。一方向からだけだとどうしても敵の直縁に追い回されてしまうんですけど、複数方向から攻撃機を交互に今みたいな形で飛ばせてると、だいぶ敵の直縁の、まあ、防衛網を回避できそうな感じがします。で、ドーバー海峡を取ったので、これでイギリス軍の降伏が入りそうですね。いやー、味方の方もね、ケイジュンが2隻、第10艦隊からで、第13艦隊からもケイジュン1隻が撃沈されてますね。で、あとは空母にもダメージが出てるので、一旦この第10、11、13艦隊はこのドーバー海峡で毒入りの必要がありそうですね。一方、イギリス軍の方は第1、第9、第11、この3個艦隊すべて撃破、さらに飛行場3つ、これも攻略済みということになります。カナリア沖に侵攻か。ただ、イギリスを完全に追い込み切って降伏させたので、あとはアメリカだけですね。いやー、それにしてもアメリカ軍がここに来てカナリア沖の奪還を行ってくるっていうのは、何だろう、何か意図的なものがあるんでしょうか。ちょっと怖いな。
アメリカ軍がカナリア沖に侵攻か。次の敵の攻撃がどこなのかがちょっとわからないですね。どこなんだろう。全く読めないな。まあ、とりあえず、ドーバー海峡に艦隊を戻しましょう。ああ、違いますね。ドーバー海峡からジブラルタルに艦隊を戻しましょう。で、それと同時にね、航空戦力の回復も行っていきましょうというところになりますかね。では今回は、まあ、作戦目標であったイギリスの攻略が完了したので、ここまでにしたいと思います。で、次回は、いよいよアメリカの東海岸攻略を行っていきたいと思います。2方面からね、艦隊を進めることができるんじゃないかなと思うので、まずは、さっき奪われてしまったカナリア沖を奪取して、カナリア沖からバミューダを経て東海岸で、もう一方はアメリカの西海岸で集結していた艦隊、これをカリブ海に進めているので、カリブ海からバミューダ沖、東海岸という進行ルート、この2つの進行ルートを持って、東海岸攻撃をしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。